はい、今回はですね、足のフットワークのテクニックをご紹介します。全部でこのフットワークの足技テクニックある6つありまして、まあ、2つは皆さんご存知、よく使われるテクニックだと思うんですけども、なぜこんなにドラムのキック技が5つも6つももっと厳密にはあるんですけども、こんなに技があるのかと思われると思うんですけど、別にこれ全部極める必要はなくてですね、ただ自分がやりやすいものをどれかチョイスして選べばいいと僕は個人的に思っています。っていうのは、どれをやっても自分の必要性に応じたりとか、何が自分に合っていてどれが一番やりやすいかっていうのは、個人の遺伝子とか細胞とか個性と一緒で全然違うので、どれが一番自分に最適かっていうのをまずとりあえず一通りやってみて、それで選んでいけばいいと思っています。それでは、まず一つ目はですね、皆さんご存知の通りヒールアップですね。ヒールとは、日本語でかかとのことを言うんですけども、こうかかとを上げた状態、このまま落とすと、まあ、これは、一番最初に皆さん教わると思う、一番スタンダードなレギュラーの技ですね。で、僕も基本的にヒールアップでやっています。で、次はヒールダウンですね。これは逆にかかとを、地面につけて、このつま先の筋肉で、ペダルを踏む。これがヒールダウンですね。で、皆さんおそらくこの2つは、よく使っていると思います。で、次3つ目がですね、ヒールトーという技です。ゆっくり地面でやるとですね、こういう動きになります。つまりこのヒールアップの状態からかかとをのペダルのこの後ろの部分にこう落とします。この落とした時に一発目が鳴ります。で、そのままつま先を上げて2発目。こういうやつですね。これをヒールトーと言います。こういうやつですね。で、4つ目はですね、これを使ったスカフというテクニックです。例えばこのヒール等でダブルストローク風に、これはヒール等の連続技なんですけども、スカフの場合はヒールヒール、つま先つま先、ヒールヒール、トートー、ヒールヒール、トートー。感じになります。で、5つ目はスライドテクニックですね。これもおそらく、皆さん 聞かれた方は多いと思うんですけども、このペダルをスライドさせてダブルさせる技です。まあ、奥からでも、手前からでもどちらでもいいんですけども、こういう足をスライドさせる技ですね。6つあるうちの足技
どれもですね、使えるととても便利なので、例えば、曲のテンポだったり、もしくはこう力強さだったり、こう力の入れ具合、どのタイミングでどれを、どのテクニックを使えるのか、こう使えるテクニックが増えれば増えるほど、演奏の幅も広がるので、皆さん、試してみてください。そう。で、6つあるって言ったんですけど、この6つ目が特殊部ですね。この6つ目の、技なんですけども、かなりすごい技なので、これはですね、また、次の機会にこの6つ目の、特殊技のみで、ご紹介したいと思います。名前はスウィベルテクニックと言いまして、まあ聞いたことはある方はいると思うんですけども、こういうやつです。これのやり方、練習方法、仕組み、特徴についてはですね、また次回、詳しくご紹介したいと思いますので、お楽しみにしてください。それではまた次回お会いしましょう。